紫に行きます。まず縦が先ですね。半分より上に横、その位置ぐらいから縦、下からすくい上げる感じですね。横を持ってきますが、この線よりも長め、辺よりもちょっと上から、で曲がる位置はだいたいこの辺りですね。この縦のこの辺りから曲がって上に抜きます。糸をかきますね。45度で閉じて、同じ45度で来て、上よりもここは長く出します。で閉じますね。そしたら下の方がやっぱり上の幅よりも若干短いかな。で上の方から2つの点を間隔を同じで打ってください。